まあ、もう今の今まで設定忘れてましたけど 2P 側の花粉症チームはここで RCK 投入。 RCK 対キッタの AR レッドキャラシフトも同じ。紫色の方が RCK、 青い方がキッタですね。あ、しっかりヒット確認から弱ローリング転ばして、あ、現在この誰を出すかっていうのは相手チームが相手チームを選ぶみたいなわけわからんことになってるんで。あれ、そういえば南さんは、あ、いるね。はよデート行けや。バーカバーカバーカ。さあ叩き込んでいるのはヒッタブランカ先方戦は選手。さあこれで中高と開幕大パン中堅さくら対先方ブランカ。さあ追いつけない。あの技便利。なんでサブバに無敵つけたんですかね。これは確定。とりあえずガードしながら相手のミスを願うけどミスった。ミスったけどこれどうだ、こっから殺せれば美味しいけど殺せないとゲージ回収されてめんどくせー。ああ誘致 OK、 殺すのが大事と。さくら同キャラ、青い方が切ったさくら、ゲージは満タン。 RCK はゲージがまあ4割、これで5割ってことですね。さくら、ケイさんの彼女、それさ言うと斉藤ちゃんがはみたいな顔しますけど、斉藤ちゃんの嫁、あくまでよ彼女と嫁は違う。それ赤バンされるから弱バン。そしてオリックスを決めているのは RCK、 伸びた発動、あの画面上の体力ゲージ隠しに来るやつね。パーダ CK。 もう言いたい放題よこの人。さあこれで中堅大将戦。さあこれはいい、これはおっと落としてゲージ回収モードですね。これちょっと危ない。さあ惜しい使わして、これ最悪けど今弱最高でしたね。無敵乗ってたけど弱でした。あの最悪なパターンがゲージちょっと回収しようとしたら回収できなくてそのまま殺されるみたいな。これけどだいぶま RCK ダメ、あのちょっと下がって中足、ちょっと下がって中足のやつね、中足分布じゃないやつね。いやもう何でも名前つけたら勝ちみたいな。さあ青い方が切った。あーこれは届かない。最高。さあスライディング、なんかどことなく RCK 臭がする。さあ白い方が RCK、 ゲージは RGK 対 RCK。 わあ歩き発動、なんだこれ。さあ落ち着いて落とした。そうバニコン中は黙るのが紳士のマナーっていうね。あいあいあいとか言うとタイミングずれるからね。さあ落ち着いて、危ない危ねえ。さあ怖い。さあこの端から出れるか。最高最高で殺して、わあキッタが仕事をしていく。This is gonna be a match to remember. Fight!さあこれで花粉症チームは FK、 ボッチャン、キツネの3人、そして健康男児チームはキッタ、 TKF2 人、2対3の状況。春風、ああ弱中春風ゲージ回収はいや、このキャラ毎回言ってる気するけど、あーうまい。さあ手下ろして、ミスらない。
完璧な状態で先鋒戦を取っていく。切ったセカンド最強で覚悟はいいわね。 Live and let die。 これで先鋒中堅戦、さくら対純理。これはまあ組み合わせだけで見るとさくら有利なんですけど、まあゲージがね準備にはあるんで一発出してって感じですね。大パン体育は立ち強パンもねさくら強いですけど、しゃがみ大パンも普通に強いんですよね。下がった線とかはもうあのしゃがみ大パンで大体落ちるんで、あーしっかりゲージも溜めながら下がって体力を奪って、着着中フォーク、さーっとミスったが攻撃力が漏れなかったか良かったとかいった感じで空爆、これはフォローしていかない、まあ、多少食らってもゲージは残るんで、あー地上戦ゆっくり、残り時間は32秒。さすがシゲダン、オーカーガキャン、ガキャンが間に合わず端からまだ出れない、中盤中盤がすごい機能する、中盤踏み込み、これはガーキャンで相打ちだけど削りを戻さ、痛い痛い痛い、さあどうする、電キック、あの間合いは落とせますね、ちょっと深めに刺さると潰されるんですけど、中堅戦ベガ対純理。さあ歪みセコンドのアドバイスが長い最高アドバイスでなんて言った、ゆっくりゲージ貯めて待ってみたいな、ゆっくり時間使ってって言ったのに最後当てた瞬間全然待てへんって言うこと聞いてくれみたいなまあ動き方はね人それぞれなんで、まあ、上量がえらい機能するね。あ大パン体育、あー噛み合って落とす、さあ大パン、そうあのサガット戦はね大パンがもう本当に機能するんですよね、潰されることはまずないと言っていいぐらい機能するんです。 FK はこのベガをまず止めてなんとか対象性持っていきたい、中キック対空、あーこの作業がサガットはもう攻めるしかない、きつくなってくるぞこれ、あー弱2位先端投げて、あー意外と減った、あ実感は、まあ、体力回復は認めないでしょう。対象戦ブランカ対サガット、 C ならワンチャンまだある、あー目押しをしっかり刻んで、ここはアッパカーゲージ回収、ピオリッチも貯めて、まだ大丈夫、あーバカー、ワンチャン来たか、発動あーこれで2対2、じゃあ俺かな。さあちょっとキツネさんがね、キツネさんが対戦なんで、ちょっと僕ひずみがねセコンドつきながら、セコンドつきながらね、ちょっとね実況じゃなくて岸田さんへの応援みたいになっちゃうんですけども、まあ岸田さんにはこの声は聞こえてないので大丈夫です。動画を見てる皆さんごめんなさい。さあそうヘッドに逃げて、こっちかい、もう一回ヘッド、もう一回ヘッド、ヘッドで逃げて、逃げれない、逃げれない、全然いい、全然あるよ、全然あるよ、全然ハットはギターあんま通らへんから気をつけた方がいい、それよりは波動に飛んで発動かな、結構波動多いから、なんなら波動見て抜けれるんやったらそれでもいい、今みたいなんとかで波動を見てから発動ショースタートで全然抜けれるから、いいよいいよ、とりあえずサクッと終わらしといて、岸
ね、竜はな、結構対空なんか出るから下がったよりも昇竜出るから、ここだけ気をつけた方が。あー、ちょっとこれは痛いな、昇竜いいよ。YSK 大きめだ。いい。あーこれ結構めんどくさいな、こうなると。おお、しっかり削り切った。さあしっかり削り切った。あれ、いやさ、いいよ。からの置き攻めトークル、暴れてくる。波動投げて、いいね、そういうのいい、そういうのいいよ。全然いい、全然いい。あー、おいしい、おいしすぎる。むしろおいしい、おいしくない。あー、これめんどくさい、これ超めんどくさい。でも飛んでくるから、それをちゃんと落としていけばいける。なんだかんだ言って飛んでくるから、それをちゃんと落とせば。後ろ下がってるふりしたら飛んでくるから、ほら。じゃあそれをちゃんと落とす。逃げてるふりしたら飛んでくるから、それはあかんねん、それは切って反応すんねん。それよりかはステップコパン電気とステップ電キャン電気を使い分けて、この場合めんどくさい、すら打ちたくなるけど打ったらあかんのかな。とりあえず飛んできた立ち台キックで落として終わりだ。俺やったら絶対ここで一回後ろ下がってフリして、で前に歩いて飛ばして、その立ち台キックで落とすとか、そういう。たまに遠回れ立ちすぎてあーってなるけど、おお出た、引きずり、引きずりコロコロ、やった、ワンチャン来たよ。さあこっからはもうあなたに任せます。うおー発動、今確定したんちゃう。よくわからんぞ。さあ残りは TKF。 This battle is about to explode. さあ残るは TKF。 ちょっとさっきの試合はね、失礼な発言が多かったかと思って本当に申し訳なく思ってます、謝罪します。貴重な時間を申し訳ない、皆様の貴重な時間を申し訳ない。さあこの試合からは真面目に実況していこうかと思ったり思わなかったり、さあこれはあれですね、完全にもうシーグルを殺しに行ってるからですからね。 TKF のプレーと相まってシーグラーはみんな泣いてきた。奇数の響きめんどくさいですね、やっぱりイカラーケーグルというのもめんどくさい。しかし僕がずっと不思議に思っているのは、こんなに響きで作業プレイ上手いのに本題になると全然強くないというのは何なんですかね。ねえ、本田の方がねえ、もっともっとなんか寒いプレイ徹せれそうなのに、響きみたいになんか中断とかで時々意外性を求めた行動ができないと、そういうキャラの方がいいのかな。ホンダだとなんかいろいろ色気出しちゃうと弱いですからね。さこの K キャミに対し響きってどうなんですかね。響きだいぶしんどい。まあ今のなんか判定勝ちを見てても
どう見てもキャミン有利。これもう龍氏だね。これは龍がかなりきつい。中足、あのね、キャミーの発雷キックばっかり注目されましたけど、しゃがみ中キックもね、相当悪いわけですから、安いけど、まだ怒りは続いてるよと。やばい、ボッサンバリにスパイラル打ち出した。キーケーキもっとはっちゃけていいです。龍めんどそうやな。ここでもう一回イカってオリックスパコン発動できるのが K の悪いところ。いや多分イカラス前に一気に肩つけたんやと思うけど、こうなるとめんどくさい。おお、ここで竜巻ぶっぱ。あ、キーに対して崩されたのはティケフ。これ結構まずいんじゃないの。キツネの波動拳モード、あー無茶しよって。やばい、キツネが無茶苦茶しよってる。キツネ無茶苦茶モード入ってる、気をつけろ。こうなるとこいつは常に ずっと無茶苦茶する。こうズーズーしく投げ、トライアゲンキッド、Go for broke. Fight. あーでもキツネさん結構ケイサガト戦は得意だと思う。ケイサガト同キャラ戦が苦手って言ってるだけで、ケイサガト戦結構得意です。そう、コンボ精度はかなり高いんです。はいはい、あ、終わった。サム、トライアゲンキッド、お疲れ様でーす。